インターネット上にまとめサイトが誕生するなど、美女、イケメン選手が多いと言われる北京五輪。ファッションプロデューサーでタレントの植松浩二、年齢非公表が、北京で熱戦を展開する。そんな各国代表に独自目線で金、銀、銅メダルを授与。4日夜に行われた開会式の各国選手団のユニフォームについても採点、辛口、植松のお眼鏡にかない、金メダルに輝いたのは、引き手、糸賀日菜子。北京のアスリートも魅力的な方が非常に多いですね。特に、フィギュアスケート女子のアンナ・シェルバコワさん、ロシアオリンピック委員会、この方は可愛いですね。金メダルを贈ります。端正な顔立ちで、氷上にいても映えそうです。美女の銀メダルは、イタリアのドロテア・ウィーラーさんです。この方もバイアスロンで金メダル候補ですね。こちらは大人の女性の魅力が漂っていて、魅力的です。続いては、マギー・ボイズンさん、米国、フリースタイルスキーの選手。この方も初の五輪のメダルを狙っているんですよね。植松浩二、植松浩二、静岡県出身、ファッションプロデューサーとして、日本テレビの、ヒルナンデスのファッションコーナーや、幸せ、ボンビーガール、などに出演、女性のファッションに対する独自の視点と辛口トークで人気を集める、美容情報にも精通し、雑誌の連載や数々の著書を手掛ける、著書に、素敵は、無敵、ケケベストセラーズ、など、